はい、どうも皆さん、ズマです。それではね、今回も懲りずにリムワールドを新たにやっていきましょう。それでは毎度おなじみのコメント返しからです。ありがとうございます。途中でどっかで心が折れて諦める可能性もありますが、やれるとこまでやります。そうですね、ペットは結構ひどい食料を消費するらしいんで、まあ、できれば売った方がいいよっていうのは教えてもらいました。売れるなら売っちゃいたいです。やめるかどうかはまだわかりません。まだね、耐えきれるんでね、一週間時間を置けばなんとか心が戻ってくるんで続けられますけれども、これで一週間経っても心が戻ってこないようだったら、スッといなくなる可能性があります。そうなんですよね。これまあでも気が狂う原因が何なのかっていうのを突き詰めることが多分次のプレイにつながるんですよね。なんで、まあ、今回、前回ですけれども、その気が狂わなかったのは、序盤気に狂わなかったのは、環境を整えたからっていうのがあるらしいです。なんで急にサディスティックなことを言い出すんでしょうか。いやもうね、まあまあわかりますよ。確かにそういうの面白いですけどね。ホラーゲームを見るのが好きな人とか、いうのはそういう、らしいです。まあ、有野課長とか僕見るのね、何回か見て面白いなっていうのもあったんで、まあ、っていうのは特にその苦しんでる時ですよね。わかります、その気持ちは。まだやめるかどうかはわかりませんが、わかりません。そうですね、調子良かったんですけどね。電気が欲しかった。あ、どうもありがとうございます。そうですね、まあリソース不足、まあね、何度か言われたのが、お前なんで平地でやってんだと山岳でやれっていうのは言われましたね。ただ、まあ、平地でやるって言ってもうたんで平地でやるということになります。多分どこまで進んでもどっかでくたばるということになると思うんですけどもね。まあでもこれ、このコメントでね、全クリというか、まあ最終目標が教えてもらったのが、熱いですね。これでまあ一つの目標に向かって何かをするっていうこと、今、どうすればいいんだろうっていうのはあるんでね、将来的に。なんで、まあもうこれでそれが見えたっていうのは本当にありがたいですね。これ目指してやっていくっていうことになりますね。でまあ研究に関してはまずストーンカッターということですね。まあ今回のプレイではストーンカッターやっていきましょう。別のシナリオは、やったことありません。っていうのは、やっぱ、本当は思ったんですよね。買った時に、これ、最初簡単な難易度に慣れた方がいいかなと思ったんですけれども、そうすると、こう、先々が分かっちゃうんで、なんでもね、完全に、初めてのプレイでやってみようっていうことで、今こうなってます。ひどいやりそうですね。次回はパート3を、今回はパート3を目指してやっていきます。どうなるか分かんないですけどね。なかなか複数パートを生き残るのは極めて難しいです。まあ、今回も頑張っていきます。よろしくお願いします。ということで、ゲームやっていきましょう。果たして始まりまして、今回もって言いますけど、実はですね、この前に、3回全滅してます。このゲーム厳しすぎる3回全滅します。この前にもうね、きついですよこのゲーム、本当に本当にきつい。まあね、今回果たしてどうなるのかっちゅうわけですよ。まあまあまあやっていきましょう、頑張ってね。あとね、これ今回ね、この肥沃な土地にやっぱりこう植物を植えた方が、農業をした方が成長が段違いに早いらしいんで、ちょっと遠いですけれども肥沃な土地にやってます、農業は。でここで即座にここに研究施設を作ってですね、ストーンカッターやります。コメントありがとうございました。鉄がねどうも不足するっていう話を聞くんでね、ここすごい手、てか、これ何緑は。翡翠、これじゃあ、キャラバン来たら、バカみたいな高値で売れるってこと？
暑いですね。これはいい土地を引き当てましたよ、今回。さて、で、すぐに研究設備を作ります。これダブルクリックの意味がようやく分かった。今更だけどようやく分かった。とりあえずは順調っちゃ順調です。なんかいるぞ、いっぱい。カリボーなんだろうね。でこれもう一つ栽培した方がいいのかな。ね、栽培もう一つやってみようか、農業。せっかくだからこういう感じで植えちゃえば、もうあとはだって放置でいいんだもんね。だから、ここで、なんか何しろ食いもんだよね。米作ってみようか。これ米だ、これ。あ、米だ。米は時間かかるみたいなのあんのかな？まあでも結構いい感じにスキルが分散されてるから、食べるものがない。それはちょっとまずいですね。それは非常にまずいですね。収穫でどっかに、とりあえずベリーを食おう。結構生えてるな、ベリー。ありがたいことに。良くないムード。まあ飯がないからね。何がやばいって、飯がないのがやばい。これ全部鉄でしょ。これでも掘らざるを得ないね。ちょっと収穫を優先で。あ、収穫この人しかできないんだ。はいはいはい。なるほど。ま、この人らもできるでしょ。これ、金色に光ってるの18とかにとんでもなく高いレベルだからってこと？なるほど。ま、とりあえずこれでいいか。ベリーがなんとかなるよね、これでね。収穫に失敗したとか。何をしてんのお前。収穫下手くそ。いいですね。とりあえずベリーさえなんとかなっちゃえば、死にゃしないからね。これでもジャガイモがだいぶ成長してるように見えるけど、まだ全然なんだ。 47% 半分もいってないじゃんね。まあ、ちょっとしばらくはベリーで頑張ってもらいましょう。さあ今日も一日が始まりましたね。お、村の名前ですね。それはもう決まってるじゃないですか。もう何度滅亡したかわからない忌まわしきズマ村ですよ。もう何度滅亡したか本当にわからないです。娯楽施設ができましたね。唯一の娯楽、娯楽、輪投げ。あ、ストーンカッターがもうちょいで終わりそうですね。早い早い。で、今救助してなかった。動物は救助じゃなくて運搬をしたいんですよ。あ、ストーンカッターやりました。次はじゃあ電気にしましょう。これでもストーンカッターできたってことは研究、ん？ストーンカッターが作れるようになったんだね。ということはストーンカッターを置く場所を作んないとダメってことか。はいはいはい。研究棟が必要なわけね。まあ、この辺の鉄削りたいから、ちょっとこの辺削ってみようか、鉄を。ストーンカッターどこに置くかだよね。テーブル。これとりあえずいいですか。ダイニングチェア木材でいいでしょ。なぜかどうも 6個置いちゃうんですよね、対象に。食材が足りないでしょ。これはまだ、まだか。芋は 60%。まだもうちょっとかかりますね。ひどい。すごい名前だよね。
ストーンカット早く作りたいな。よくないムード。プレシオス、ブレイゾス、なんだろうね。欲求、気分はどん底、貧相な寝室、嫉妬、もっと嫌な感、ここの環境は気に障るそんなそんなひどいこと言わなくても。とりあえず木材でフローリングバーってやった方がいいかな。環境改善系はそうだよね、きっとね。ストーンカット早く作りたいな。ちょっと部屋という部屋はやっぱり区切った方がいいんだろうか。なんとかテーブルで飯を食えるようになりましたね。で、石ストーンカッターで石の壁作るようになったら、ここら辺を石の壁でガッと囲って、この辺を食堂というか調理場にしたいですよね。この辺全部鉄だな。採掘しちゃうか。ストーンカッターを置く場所も必要なんだね。とりあえずこういう感じで掘っちゃおうか。ストーンカッターどんなもんなんだろう。あ、なるほど。どうしようかな。こういう感じで OK ですかね。さて、ストーンカッターができますね。できました。ストーンカッター加工で石を切断。はいはいはい、常に実行でいいのかな、これ。そうすると誰がやってくれるんだろう。製造だよね、これきっとね。工芸なのかな。石切り、そうだね、工芸だね。1、9、8、あ、結構優秀な連中揃ってるじゃない。じゃあこれ誰かしらがずっとやってくれるでしょ。これは何？何の石？砂岩のブロック。はいはいはい。ちょっとこの辺本当に鉄がすごいいっぱいあるな。運搬じゃなくて採掘。ね、これさ、となると、砂岩のブロックで、こう囲っていけばいいわけですね。どん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 変えて、採掘、採掘、建築、建築みたいな感じで。ということはこれが全部使えるわけだ。あ、ってなると熱いですね、それは。そうかそうか。で、ここで区切って、砂岩のブロック。いいですね、これね。じゃ早速、こう、がっつり掘り進みましょうか。ここをね。あ、これはいいなぁ。いいアドバイスもらいましたよ、これ。ストーンカッター最優先ですわ、これ間違いなく。だから、ドクロマークがちょいちょいパッて出るのは何なんだ、これ。気さくな会話を楽しんでるな、あれ。お、キャラバン！キャラバン！熱いよ、それは。さらに旅行者。はいはいはい。これ、ちょっと待って。社交性が高い人間がいいんだよね、当然ね。7。バルですね。バルが、トレードですね、これね。こんにちはと。おお。あ、これそう。これ動物売っちゃった方がいいよって言われたんですよ。やりました。で、コンポーネントを買った方がいいよみたいなことを、コメントでありました。コンポーネントがないから、食料がいいかな、とりあえずね。こうペミカが高いんだね。これは、でも肉と野菜があれば、ペミカンが作れるらしいから、翡翠なんかとりあえずいらんで、で、翡翠でも翡翠のままだと安いんだね。はいはいはい。どうしようかな。とりあえず、この辺の肉をバーって買っちゃった方がいいかな。あ、でもコンポーネントあんじゃん、ほら。コンポーネントバカ高くね？ねえ、すごい高いよ、これ。
ちょ、買うには至らない。薬草のはいいのかな。いや、ここはでも、ペミカンを作るために、肉を買った方がいいでしょ、これは。しかし、あんたら芋いっぱい持ってるね。シルバーを200、キープしておく価値があるのかっていうと難しいところなんで、もう、まあ、これでいいか。ペット売りました。 ひどいとピンキーが向こうへ行きました。まあ、スリッパーズはね、今、がっつり、調教してる真っ最中ですからね。で、ゾーン指定で、ここを備蓄ゾーンに指定しましょう。っていうか、こういうのちょっと気になるよね。こういうちっちゃいのがね。神経質かと言われそう、そうなんでしょうけど、きっと。さて。いいですね。これは熱いですよ、これは。もろこしだってもう、まだ全然だった。成長率140%？あ、成長率ってことね。じゃがいも収穫できましたもんね。米はもうここにあるし。最高じゃない。で、これはなんだ？石灰岩か。これ石灰岩で、フロアリングを石灰岩で、バーって敷き詰めちゃえば、環境随分良くなるでしょ。ここも。ね、これで環境改善するでしょ。おっと？それは頼むわ。どうした、ポン？ポン、お前逃げていいんだよ。もう頼むわ。いきなり何をしてんの？対象観察してるじゃねえよ。やめなさい。やめなさい。ちょっと追い詰められてる、追い詰められてる。スリッパーズが。どうなってしまうんだ、これは。あ、ちょっとそっち危ないよ。これやっぱマニュアルで指定しないとダメだ、移動先をね。いや、これは参ったな。でも、ここバルの方には消していかない。これ、何これは。ちょっとやめて！ゲロ。バルのゲロってお前。いや、参ったな。いきなり参ったな、これは。何がお前をそうさせた？何これ。終わった。よしよしよし。終わってるよね、これね。よし、ちょっと待って。まずは医者を探そう。お医者様いませんか。アブネイロが医者か。一時話にならない。薬草買ってきゃよかったな。で、ブレッシオス、ま、お前が医者なんじゃないか。お前、医者スキル10もあるじゃないか、お前。ちょ、バル、お前。ちょ、待って、これ一回さ。あんたらさ、休んどこ？まずは。ちょ、ボーンさん、あなた。で、完治するまで休んでください。バルさん、完治するまで休んでください。プレシオスさん、完治するまで休んでください。ダブネイロさんが医者なんだよね。で、コンバさん、ちょっと清掃、ゲロ掃除してください。これは誰のゲロ？バルを、なんバルをベタベタ吐きまくっとんの。で、血のりも掃除しましょう。参ったね。